おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は、やっぱりな。なニュースを中心に見ていくとしよう。お題からしてあんまりいいお話じゃなさそうね。まあ、ぶっちゃけると大半そうなんだが。その、やっぱりな、いわゆる予定調和からも学ぶことはある。賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶ。ドイツ帝国のビスマルクの言葉だな。どっちかっていうと愚者側の私としても、ちと言いたいことはあるかもしれんな。そこまで堅苦しくする必要はないが、しっかり確認していこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、まずは霊夢も現在ハマっているスイカゲームのお話。癖になるゲームだわ。ワンプレイの時間は短いけど、なかなか目標とするスイカに進化させるのも難しいし、目指すべきスコアを狙うのも試行錯誤が必要だし、仮に失敗しても、もうちょいこういう工夫でできんじゃねえとか考えて時間が溶けていく。楽しんでいるようで何よりだ。もともと本作は照明一体型プロジェクターの内蔵アプリであったゲームだが、さらに元をたどれば、中国の合成大スイカというゲームとなる。日本語サポートはないけど、Steam にもあるわね。まずはスイカゲームは中国で大ヒット。そういう流れもあり、2021年に任天堂スイッチでもリリースされた。このあたりは以前にも確認したところね。その人気ぶりはより明確になっているだろう。マイ任天堂ストアでのダウンロードランキングはかなり長いこと1位の座を譲っていない。モンハンライズ、サンブレイクのセットが2位も興味深いわね。モンハン関連のお話も後でしていこう。3位のヴァンパイアサバイバーズと共に動画配信などでブームに火がついた作品ね。今では YouTube でスイカゲームと検索かけたら、大手配信者の皆様の動画がずらっと並ぶ。落ち物パズルゲームだけど、忙しさがなくてゆっくり考えられるってのが配信者的にはありがたいでしょうね。視聴者としても盤面を見ながら、あーだこーだ言えるし別に明確なセオリーがあるわけでもない。マジで配信向きの作品と言っていいわね。こぞって高スコアを目指しているし、視聴者が自分でもやってみたいと思った時に、任天堂スイッチで240円というかなりを求めやすい価格もブームの一因となろう。およそ2年前にリリースされた作品の大ヒットという点もあって今年のゲームニュースランキングでもトップクラス。さて、前置きが長くなってしまったが今回確認するお話はこの背景も重要となってくる。どういうこと？オートマトンの記事を引用するが、この大ヒットしているスイカゲームの偽物が登場している。まあ、ありがちな流れではあるわね。でも、同ジャンルでより良いものを開発してくれるならユーザー的にはありっちゃあり。ソウルライクなゲームが代表的だけど、パクってそれなりに売れやいや的な手抜きな志が低いクソゲーもあるけど、ジャンル自体を大いに盛り上げとる。そういう側面もあり、似たようなテイストのゲームでも色眼鏡で見ずに評価したいところだが、素人目に見ても確実に、ソウルライクアクションより作りやすいでしょうしね。今回は記事でもあるが、ちと悪質な例がそれなりにある。スマホアプリにて告示したものがあると公式より注意喚起があり、公式ではスマホ向けのアプリは開発していないし、他のアプリとも関係は全くないとしている。アップストアで、試しに、スイカゲーム、で検索かけたらいきなり、スイカゲーム、なるのが出てきた。似たようなテイストの作品もずらっとあるが、悪質なもので言うと、この作品がトップと言っても過言ではないだろう。あかん、あかん。これは擁護しようがない。評価もとんでもなく悪いやないか。とはいえ、百聞は一見にしかず。すでにインストールするのも腹立たしいんだが、ちょっと内容も確認しておこう。別にやりたくないんだけど。一応基本無料だからさらっとやってみよう。いきなり広告なんだけど本体メモリ不足という表示が出て非常に不快。ありがちな広告だな。うっかり押してしまうのでめっちゃ嫌い。まあ、それ抜けてゲームスタートだな。見た目と進化もマジで一緒だな。跳ねる部分は違いとも言えるけど。とりあえずイチゴとイチゴで進化ね。いや、いきなりまた広告かよ。こんなんストレスでしかないぞ。まだ無料ゲーではありがちなレベルだ。もうちょい我慢しろ。この手のゲームの広告を見るたびに不快になっているのは私だけか。気を取り直して、ゲーム再開だな。次はサクランボとサクランボで進化。ああ、また広告かよ。ゲーム遊ばせる気ないだろ。広告なしの課金誘導をさせたいとかの思惑もあるんだろうが、ここまでひどいとさすがに引くな。これはこの時点で星1も上げたくねえわ。まあ、アップストアでは現在このレビューがトップに表示されている。
パクリゲーで原作リスペクトなし。画像もそのまま流用しているし、タイトルも基本悪意しか感じない。すでに公式ではアップストアに報告済みとのことで、本アプリや他にも悪質なものは、ストア上から姿を消す可能性はかなり高いだろう。消えても何の残念さも感じないわね。低品質アプリでイライラするぐらいなら、任天堂スイッチ持っているなら、240円でスイカゲームを買った方がいいと思います。公式がスマホ用の買い切りアプリをリリースしてくれたらいいんだけどな。もしくは人気 IP とのコラボとかなら、さらに盛り上がりとかあるかもね。類似ゲームもあまたあるが、クソゲーも多いのでこのあたりは気をつけていこう。さて、お次はインフィニティストラッシュドラゴンクエスト大の大冒険のお話。私はドラクエシリーズファンではあるけど、発売日購入はスルーした。でも、ネット上では半端ない酷評となっているわね。霊夢としても東京ゲームショウでの短い時間だけでの試遊だけなので、あくまで客観的な評価を確認してきたいが、まあ、ひどい。動画編集時10月3日時点で、Amazon レビューは 1.9 点。Steam レビューは147件でやや不評。致命的なバグもないオフラインの一人用ゲームとするとかなりエグい評価になっている。アニメストーリーの追体験ができるというのが発売前から触れ込みだったけど、まさかのほとんどが紙芝居で進んでいくということだったのよね。アニメ素材をそのまま流用することは権利的に難しかったようだな。だとしても紙芝居はねえよ。アニメ流用できないならできないで、ゲーム作品として効果的なアプローチをすべきよ。自由度もなく RPG 的な探索要素もないようだな。そして、これは発売前から分かっていた話だが、ストーリーが中途半端なところで完結を迎える。それをフォローするために、やり込み要素として記憶の神殿というエンドコンテンツがあり、そちらを楽しんでいる人もいるようだが、評価を大きく覆すほどではないな。残念ながら、やっぱりな。な結末になってしまったわね。令和の時代に生まれたキャラゲーとしては厳しいわね。前回、スクエに関連でぐちぐち言いたくないと言ったのでそれなりにしたいけど、幾度かの発売延期をして、世界同時発売をしてこの評価はやばいわね。さすがに客観的に見て、現時点での購入はさすがにおすすめできんだろう。レオでは買取参考価格は現在3000円。まだ、発売から1週間経たずに定価税込み7480円がこの価格か。中古価格としてはさらに下がることは残念ながら想像できる。とはいえ、声優の皆様の熱演もあるし、ファンとして注目の部分もあるので、もう少しを求めやすくなってから購入を検討するのはありだと思う。結局、そうなるのか？とりあえずまだ YouTube で無料公開しているアニメでも見て待つとするかな。お次はやっぱりでもなんでもないんだが、霊夢はかなり興奮しそうなお話。なになに？ワンダーフェスティバル2023上海にて、龍が如く、シリーズの主役キャラである桐生一馬、春日一番、真島五郎が、ネンドロイドとなることが発表された。おお、極道キャラをネンドロイドにするとは、私たちもネンドロイド携帯にもなれます。桐生さんと同じ携帯で並べるわね。まだどんな仕上がりになるかは不明だが、龍が如くシリーズファンの人はもちろん、ネンドロイドフィギュアファンも注目だろう。私は絶対に買います。並べて写真撮ります。まあ、キャラ的に食われないようにはしたいな。お次は先ほどスイカゲームの話で、モンハンライズがダウンロードランキングで存在感を示していたが、1ゲームとして9月14日にリリースされたモンスターハンターナウが非常に好調だ。ほうほう。こちらの記事を引用するが、1週間で全世界740万ダウンロードを突破したとのこと。モンハンブランドはなかなかのものね。この手の1ゲーではありがちな都会と田舎での格差もそれほどではなく、狩猟や採取でも大きな不満は出ていない。まあ、都会の方がランドマークが多く採取はやや有利のようだがな。まだ、遠くの人とのオンラインマルチプレイに対応していないのがちと気になるが、ここも実装されるなら、さらに盛り上がるかもしれんな。記事にもあるけど、こういう一芸は外に出るきっかけも出てくる。運動にもなるし、社会的な意義もありそうであります。すごい他人事のように語るな。まあ、人の好みは人それぞれよ。私は家でゆっくりゲームをしたいのよ。まあ、通勤、通学等で定期的に外に出る機会に一狩り行くのも悪くはないだろう。そして、カプコンは NHK にて直近で色々特集が組まれている。100台の固定カメラから人々の生活を覗き見するドキュメンタリー番組100カメにて、ストリートファイター6やバイオハザード RE4 の制作現場に密着しているようだな。
これは興味津々丸。興味津々丸はテレ朝の番組だけどな。こちらは10月3日23時から放送予定。さらに NHK ではゲームを文化として捉え、名作の魅力を深掘りする NHK 初のゲーム教養番組ゲームゲノムのシーズン2が始まり、10月8日にバイオハザードの魅力を掘り下げるようだな。これもぜひ視聴したい番組ね。でもさ、一応公共放送である NHK が1ゲームメーカーをピックアップしていいの？そんな難しい質問してくれるな。マリサの知識の狭さも、やっぱりな、って感じね。今までもそういう例はあったろうし、あくまでプロジェクト X 的な位置取りもある番組という部分もあろう。一応、ゲーマーとして視聴者として楽しむつもりだけど、このあたりで詳しい人はコメントいただけると幸いです。今回は、やっぱりな、なニュースを中心に確認してみたのぜ。次回は任天堂オンラインのカタログチケットにおける位置考察をしたいと思っております。こんなテーマで語るチャンネルは良くも悪くもうちぐらいだろうな。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。